はい、皆さんこんにちは。ジェイと申します。今日は定期テスト対策、平家物語、ただのりの都古地やっていきたいと思います。まず、ここまでのあらすじですね。鎌倉の源の頼朝とこうして、平家打倒の挙兵をした木曽の義仲ですね。源義仲は、北陸の合戦で平家軍を破り、都に攻め上がってきた。 平家一門は最国で再起を図ろうとし、安徳天皇を主君として推し抱き、都を地を決意し、それぞれに都での生活に別れを告げた。呪衛 2年、1183年7月のことであるという感じですね。もうまさに平安末期、鎌倉時代がもうそこまで足音が聞こえてきてるというような状況です。見ていきましょう。薩摩の神、忠則りという風うに読みます。は、いずくよりや変えられたりけん。 という風うになってますね。どちらから、このやは形状詞、疑問ですね。変えられたり、例がですね、尊敬になります。尊敬の助動詞、ルーラルのルーですね。えー、尊敬の助動詞になります。で、たりけん、過去推量が入ってますね。それらを踏まえて、薩摩の神、忠則殿はどこからお帰りになられたのだろうか、という風うな感じになってますが、 サブライ5期、わらは一人、我が身ともに七期取って返し、そのままですね。五条の三味、春勢教と来てますが、この人の名前はぜひ覚えておきましょう。藤原の年なり、まあ春勢と呼んだりもしますが、歌の神でございます。歌の神。もう和歌の世界で知らない人はいないというぐらいね、もうまさにおならで空飛べるぐらいの凄まじい超人です。 なので、まあ、冗談をさておきね。古文の世界で、春生という名前が出てきたら、基本は、あ、これ、和歌の話になるなというふうに予想をつけてください。まず間違いなく和歌関係の話になっていきます。 の、宿所におわしてですね、尊敬語を使ってます。見たまえば、こちらも尊敬ですね。どちらも字の文で、作者から使ってます。そして、主語になっている、ただのりに対するものになっている。尊敬語は、主語を高める敬語になりますんで、ここはね、ただのりに対するものだと。五条の三味、春勢教の屋敷にいらっしゃってご覧になると、文句を閉じて開かず、ただのり と名乗り給えばここも尊敬語使ってますね。作者からただの、ただのり殿ですね。<laughs> 門を固く閉ざして開けない。ただのりです。と名乗りなさると、宇うの帰り来たりとて、そのうち騒ぎあへり。このリーはですね、官僚存続の助動詞のリーです。官僚存続の助動詞のリーは、左辺の未然、四段の以前に接続するんですけども、左辺の未然、四段の以前もですね、どちらもええー、という音になります。なので、ここ、あ、 へーってなってますよね。なので、官僚存続の助動詞だなと。あとは文脈で官僚か存続か決めていくという形。落ちるとかやってきたと、屋敷内で騒ぎ合っているという形ですね。薩摩の神、馬よりおり、自ら高らかに野玉いけるは、尊敬語使ってますね。野玉うというのは、有の尊敬です。字の文ですから、作者からただのりですね。主語を高めます。 はい。馬から降り、自ら大きな声でおっしゃったのは、別の司祭相らわず、三味殿に申すべきことあって、という風になってます。まず、別の司祭というのは特別な事情ということです。で、相ーというのは丁寧語になります。で、ここは注意しましょう。ただのりが喋ってますよね。鍵括弧の中なので、会話の中の丁寧語というのは、話してから聞き手に対するものになります。 今、ただのりが、春勢の方に向かって話をしてますから、ただのりから春勢に対する丁寧語ということになるんですよね。特別な事情はありませんと。三味殿、春勢殿に申すべき、謙譲語を使ってますね。ただのりから春勢三味殿に対する謙譲語です。特別な事情はありません。春勢殿に申し上げることがあって、 ただのりが帰りまいって候というふうになってますね。ここの形は同じですね。参る謙譲語ですから、ただのりから春勢。騒浪は丁寧語で、ただのりから春勢。問題ないですね。門を開かれずともというふうになってますね。このともに関しては、接続助詞というものになります。終止形プラスともで逆説家庭条件というのになるので、ここはたとえ開かないとしてもというふうに役を作りましょう。 ただのりが書って参上しました。たとえ門をお開けにならず、ともという感じですね。この際まで立ち寄らせたまえという風になってます。せたまえね、二重尊敬っぽい感じになってますね。とのたまえばという形になってますが、えー、すいません、門じゃなくて角って読まないといけなかったですね。角でしたね。はい。尊敬後、ただのりから春勢に対してね。 言ってます。下ののたまも同じですね。言うの尊敬で、ここは鍵括弧の外になりましたから、作者から喋っているただのりに対する尊敬語という形になりますね。この門のそばまでお立ち寄りくださいませ。 とおっしゃるのでという感じですね。さあ、これを聞いた春勢はですね、去ることある乱。この乱は現在の原因水量で取るのが綺麗かなと思います。その人ならば苦しかるまじ。 苦しくはないだろうという感じでいくんですけどもちょっと苦しくはないだろうっていう直訳変ですよねなのでここはちょっと違約をしまして差し障りがあるで後ろに打ち消し水量の「まじ」がついてますから差し障りはないだろうというふうな感じの役のアレンジをしましょうで え、春聖教がですね、えー、直訳します。そんなことがあるからだろう。その人ならば差し触りないだろうと言ってますが、なんじゃその原因推量って感じしますよね。ここはだからですね、薩摩の神、忠則がですね、急に家にやってきたので、何かわけがあるからだろうというふうに推測してるわけですよ。わざわざ私の家にやってくるということは、何か訳があるからだろうという感じですね。これちょっと色を変えて ますすけども問題ででよく聞かれがちさることアルランドさることって何を指してるんですかって言うとわざわざ忠徳が春勢の家にやってくる理由という感じです入れ申せという風になってますねはい、えー、謙譲語を使ってますね春勢から忠徳に対するものになりますね私が春勢、えー、私が忠徳を 入れて差し上げるわけですからね。謙譲語は目的語を高める敬語なので、ここはただのりに対してでいいと思います。入れ申せとて、門を開けて対面ありという感じですね。入れて差し上げようと、最上げようになってますが、差し上げようですね。門を開けて対面する。ことのて、なんとの哀れなり、その様子はなんとなくしみじみと心に来ると。 字の文ですから作者から主語忠薩摩の神に対してね年頃申し承ってのちというふうになってますね申すも承るというのも謙譲語になりますでこれが合体して使うと信仰があるとか交流があるとかっていうふうになるいわゆるお世話になるという感じなんですよね だから、摩の神がおっしゃったのは、長年信仰し申し上げて後というふうになります。直訳はね。で、これ何を指しているのかというと、和歌のご指導をいただいてということですね。どうかお願いいたします。和歌のことを教えてくださいと言い、 いい申し上げる。それに対して、よし、わかった。というふうに、春勢が教えてたわけですね。愚かならぬ恩ことに思い参らせそうらえども。というふうになってますね。さあ、ここなんですけども、まず、謙譲語、マイラスですね。忠則から春勢に対してです。 そして、そうもうこれも丁寧語で、ただ乗りから、しゅに対してです。わかりますなんで、会話の中、鍵括弧の中で、謙常尊敬丁寧って出てきたら、大体、自分が使ってる、喋ってる人間が使っていて、で、しゅに対して使ってるというのがもう圧倒的に多いです。 でこれ逆に俊税がしゃべってる場合というのは忠りに対する敬語を使ってるというふうに敬意を取っていけば間、まあ、違うことはまあそんなないかなという感じですね。はいまあ一個ずつちゃんと見ていきましょうね。愚かならぬ 恩ことって何といい加減ではないことに思い申し上げますが、というふうになってます。このいい加減ではないことにって何をやねんって言うと、春勢殿や和歌のことですね。まあこれどちらでもいいかなと思うんですけども、春勢殿や和歌のことをいい加減ではないと。私の気持ちはいい加減ではないと思い申し上げているのだが、と。この2、3年は京都の騒ぎ、国々の乱れ。 しかしながら、当家の身の上のことに候ろう間、丁寧語ですよ。忠則から春世。すべて平家の身の上のことですので、そりゃくを存せずといえども、常に参り寄ることも揃わず、というふうになってますね。ここは謙譲語。そして、揃らーーを丁寧語。 もう一緒でしょ。ただのりが喋ってるから、ただのりから俊税という感じになります。まあだから敬語の種類だけね、間違えないようにしてもらえれば、おろそかには致さないというが、普段近くに参上することもありませんでしたというふうになってます。ここね、何を言ってるのかっていうところなんですけども、えー、ちょっと緑色に色を変えてるところもね、あのテストで狙われるかなという感じのところをちょっと色を変えてるんですけども、 まず自分から春聖に対して申し出て、どうか和歌のことをいろいろ教えてくださいというふうに言ったわけですよ。なのに、なのに、この2、3年は春聖のもとに全然通えなかったと。だからもしかすると春聖様に、ああ、なんや、ただのりは何や、言うて、もう習いたい言うたくせにんじゃそらって思われてるんじゃないかなと。 いやいや、そんなことないんですよ、春勢様と。えー、あなたのこと、そして和歌のことをですね、いい加減だと思ったことはないんです。ないんですけども、なかなか忙しくて、いけませんでした、すいません、っていうすごい言い訳をしてる感じなんですよね。はい。まあ、言い訳って言っても、まあ、実際本当に忙しかったと思いますけども。うん。春勢や和歌のことをですね、おろそかにいたさないと。 うん、そんなね、えー、いい加減なものだとは思っていないという感じで一生懸命言ってるわけですよそしてまだ会話は続きますからね、えー、鍵格弧は続きます君これはですね安徳天皇君主のことを指してますすでに都をいでさせたま犬尊敬語を2つくっつけてますね忠りからここは帝です尊敬語っていうのは主語を高めますからねここの文の主語は君になっているので帝に対す,対するものになります で官僚の助動詞ヌと一門の運命早月将来ぬというふうになってますね丁寧語を使ってこの将来に関してはただのりから今喋っている春勢ですねで最後ヌが官僚の助動詞ですから帝はすでに都をお出になられた。 平家一門の運命ももはや尽きてしまいました。先住のあるべきよし、受けたまわり、将来しかば、という風になってますが、先住のあるべきよし、受けたまわり、将来しかば、生涯の面目に、という風になってますが、受けたまわる、謙譲語です。受けるの謙譲語。まあだから誰かから聞いたんでしょうね。まあ、春世からからも知れませんけども、ただのりから春世に対する謙譲語で、将来、これも丁寧語ですからね。 えー、もういいですね。だいだいね。組み合わせとしてはね。はい。 直線和歌集の編纂があるだろうと伺いましたので、生涯の名誉にってなってます。直線和歌集というのは、帝が直接ね、ご命令になって、えー、和歌をお前選べと、そして和歌集、和歌のね、本を作れというふうに命令が下ることなんですけども、その直線和歌集の編纂というのがね、もう近々あるんじゃないかという話があったわけですよね。そのニュースを聞いて、 生涯の名誉にってなってます、まあ。なんとなくちょっと忠りが言いたいこと分かりますよね。一種なりとも、あ、逆説過程使ってますね、とも。ー恩をコーブロード、えー、存じて将来死にという風になってます。たとえ一種だけでもー恩をいただこうと思っていましたがという感じですね。将来は丁寧語。で、将来の後の死。 これはですね、過去の助動式の連体形です。だから、思っていましたがという感じになるんですけども、このご恩をこむろうというのは何かというと、そうです。直線和歌集がある。そしてその直線和歌集のどの和歌を載せようかなっていう風に選ぶ人が春勢になると。春勢が和歌を選ぶ。 だから春勢のところに来てどうかご恩をご恩をたとえ一種でも一種でもいいんですって言ってるってことは何のことかわかりますよね。はい、まあ、自分の和歌を直線和歌集に載してほしいということですよね。 将来しに、やがて、えー、このやがてという単語はですね、問題によくなります。受験でもよく問題で出てくるんですよね。そのまますぐに、大体いいこの2つです。どっちか。文脈によって変えていく感じ。まあ、ここはすぐにがいいかな。世の乱れいできて、その沙汰なく宗老状というふうになってます。 すぐに世の中に混乱が出てきて、その指示がありませんことはっていうふうになってます。その指示っていうのは直線集をまとめなさいっていう指示ね。その指示がないことは。ただ、瞳一心の嘆きと存ずる騒動とね。丁寧語ですね。もう騒動騒動うるさいですけども <laughs>、えー、丁寧語ですね。喋っている人から聞いている人に対するもの。よ、静まり騒来なば。丁寧語まだ使ってますね。 ただのりから春税で、その下のなばというのが、官僚脅威の助動詞ぬの未然形なと、ばがくっついてる形ですね。脅威でば。未然形プラスばなので、ここは家庭の役を入れないといけません。ただ、もう一心の嘆きと思います。夜が沈まりますならばという感じですね。 直線のおさだ、ソーラワンズランという風になってますね。直線のサタというのはおそらくきっとあるでしょうということですね。 直線和歌集のご命令もありましょうと。これに、ソーロを巻物のうちに、まだ丁寧語は続いてますね。ここにございますという感じやね。巻物の中に、去りぬべき。これもですね、入試でもよく聞かれる問題なんですけども、去りぬべしというね、単語というか、まあ、熟語ですね。もう形としては。役が大体3つあります。1つは、そうなる宿命。2つ目が、ふさわしい。3つ目が、立派だ。 だいたいこの3つですねこの3つの中から文脈によって合わしいく感じここはですねまあ何としてもただのりとしては自分の和歌を一種でもですね直線和歌集の中に載せてほしいという話をしているのでまあふさわしいでいいんじゃないでしょうかねうん巻物のうちにふさわしいものソーラー幅丁寧語を使ってますが未然形プラスバーですねここも はい。なので、仮定表現になっているから、ここにあります巻物の中に、ふさわしい和歌がありますならば、という感じです。一種なりとも、ごーンをこうぶって、同じこと言ってますね。えー、草の陰にいても、というふうになってます。たとえ一種だとしても、ごーンを、ごーンを受けて、 草の影でもというふうに言ってますが、この草の影というのは何を指しているのかというと、草場の影っていう感じになるんですけども、実際は死の世界、あの世のことを指します。だから自分が死んだとしてもという感じになるんですよね。嬉しいと存じソーラーバ私が嬉しいというふうに思いますならばという感じですね。ここも丁寧語です。はい。陶器お守りでこそソーラーワンズレというふうになってます。 丁寧語に「むずれ」「助動詞」「むず」の依然形がくっついているので「意思で取りましょう。「推量意思、家庭勧誘」「遠曲適当」の意思ですね。 はい。なので、役としては、私は嬉しいと思いますならば、あの世という遠いところからでも、あなたをお守り申し上げましょう。というふうになってるわけですよ。わかりますなので、まあ今から、まあ死地に赴くというか、まあね、もう都を父し,し,してしまいますからね、えー、源氏に推しに押されている形になるので、平家の武士としては、まあ、もう今日とも知らず、明日とも知らぬという感じですよね。なので、たとえ一種だけでも選んでもらえたら、 あの世で死んだ後でも嬉しいなぁ、売りゃあ選んでもらえたなあってなったら、あなたのことを一生お守りしますよっていうね、幽霊になってでもという感じですね。逆に怖いわという気がしますけども。はい。とて、日頃読み置かれ。この例はですね、えー、尊敬の助動者のルーです。自発化の受け身尊敬のルーですね。その尊敬です。 はい。だから、字の文で使っているので、作者から日頃読んでいた、ただのりですね。ただのりが主語になってるから。日頃読みためていらっしゃった歌の中に、週刊とおぼしきを百余4か書き集められ。これもルーラルの尊敬の意味用法で使ってます。ただのりがね、書き集めていたということですね。週刊と思われるのを百余4か書き集められた巻物を、今はとて、う、う、う <laughs> つ、ただれ、 蹴る時っていうね、この例も官僚の助動詞、いや違うこの例もですね、えー、助動詞ルーになります自発化の受け身尊敬のルーになるので作者からただ乗り。もうこれまでと出発された時にこれを取って持たれたりしこの例も同じく尊敬ですそしてし、これは過去の助動詞、奇性まる奇死のしですね連体形です この巻物を取ってお持ちになったのだがという感じですね。この巻物を持ってきたのはもちろん春勢のもとに持ってきたのだがという感じですね。鎧の引き合わせより取り出してということですね。鎧が引き合わせられてるところから取り出してですね。春勢教に立てつる、差し上げるという感じですね。謙譲語です。これは謙譲語。作者から春勢に目的語ですからね。 はい。鎧の引き合わせから取り出して、春税京に差し上げる。三味、これを開けてみて。そのままですね。大丈夫ですね。かかる忘れがたみを玉割り置き、サブライ塗る、上は、という感じですね。まず、謙譲語、割るです。いただくということですね。で、今これを喋ってるのは、三味、春税ですから、春税から、ただのりに対する謙譲語です。 私はあなたから頂い,いたというふうになるでしょ。なので、あなた、ただ乗りに対する謙譲語ですね。サブラインで丁寧語。今は春勢からただ乗りに対し喋っているので、丁寧語も春勢からただ乗りと。で、官僚の助動詞ですね。塗る。 はい、で、あすいませんさっきに言っちゃってますね。夢夢、それ役を存じ魔獣、騒涼と言ってます。魔獣というのは打ち消し意志ですね。そしてこの夢夢っていう言葉は打ち消しの意味のものとくっついたら決してない少しもないとかっていう非常に強い否定として役を作っていきます。で、候は丁寧語ですね。だから春勢から忠則です。よ見てみましょう。このような忘れがたみをいただきました上は夢夢。 決して存在に扱うまいと思います。お疑いにならないでください。という感じですね。だから大丈夫ですよ。あなたのことも、そしてあなたの呼んだ歌のことも存在に扱うことはするまいと私は心に誓っております。ということですね。さてもただいまの恩渡りこそというふうになってますが、これは屋敷を訪ねてくることですね。情けも優れて不幸となっています。 それにしても今私を尋ねられたことこそが風流心も非常に深く哀れも事に思い知られてこの例は自発かな思い知るというのが自分の心の中にああっていう風にしみじみっていう感じでしょうそういう心情を表す言葉とくっついてるときは自発で役を作る方がいいと思います寒類抑えがとう奏というふうになってますね はい。ここも丁寧語。春勢が喋っているので、忠則に対する丁寧語。しみじみと思いも感じられて、寒涙を抑えることができません。と。まあ、だから春勢からしてもですね、忠則は和歌を教えていた弟子になるわけですよ。なので、その弟子がですね、もう戦で行ってしまって死ぬかもしれないという形になれば、当然ね、悲しみというのも込み上げてくるわけですよね。そういう状況だ。 もう、のたまえば、尊敬語を使ってます。はい。これは、字の文ですから、作者から春禅に対するものですね。おっしゃるので、薩摩の神は喜んで。今は、正解の波の底に沈まば沈め。そして、三夜にカバネをさらさばさらせ。というふうになってますね。これ、同じような感じなので、ちょっと並べましたけども、えー、このね、未然形、場、命令形です。この沈め。 晒せは命令形になりますこれね文法で言う命令形放任用法って言ってえいままよするならしてしまえしても構わないという風な感じのもう心を決めた諦めとかそういう心情を表すような表現です今や正解の波の底に沈むなら沈んでも構わない山夜にカバネをさらすならばさらしても構わない浮世に思い置くことはそうらわず丁寧語を使ってますこれは 忠りが返事をしてますからね。忠りから春節に対する丁寧を。さらば、いとま申して。うん。浮世の現世に思い残すことはもはやありません。それでは、おいとまいたします。という感じで。馬に内乗り、兜の大しめ。そのままですね。西を咲いてぞ歩ませたもう。尊敬語を使ってます。 作者から、あすいません、これ、春勢じゃありませんね。えー、のりです。ごめんなさい。えー、間違った表記してます。作者から、ただのりに対する尊敬語です。ただのりは西を目指し歩ませなさると。三味、それを見た春勢はですね、後ろをはるかに見送って立た,たれたれば。この例、尊敬語で使ってます。ただのりの声とおぼしくて。 背中を遠くまで見送って立たれていると春勢がですよただ乗りの声と思われてという風になってますどうやら遠くからね、まあ、春勢がずっと後ろを見送ってくれてるなっていうのは感じるんでしょうねそしてただ乗りは前途ほどというねこれ千度という風うに読みますほど通し思いを刈山岩山ですねの夕べの雲に発す 急にですね、えー、実はこれ和漢漏洩集の中に使われている表現なんですけども「行き先は遠く」「思いを岩山の夕方の雲に馳せている」という一文をですね引用してきて春勢に対して言ったわけですよだからかなり教養のある人物だというのが分かりますが「高らかに口ずさみたまえば」「忠則に対する尊敬語」ですね春薇教はですね「いとど」 名残惜しい覚えて、ますます残念に思われてという感じですね。涙を抑えてぞ入りたも。尊敬語。ここは春勢が主語になってますから、作者から春勢です。ますます名残惜しいものに思われて、涙を抑えて部屋に入りなさる。その後、よ静まって潜在集というのは、これ、藤原の春勢が作った直線和歌集になります。 潜在宗をせんぜられけるに。これは尊敬語使ってますね。はい。元山って今出てきましたね。ごめんなさいね。その後世の中が平和になり、潜在衆を編集された時に。忠徳の在りし。これ過去の助動詞です。まるきしのし、ね。ありしありさま言いおきし。ここも同じ過去ですね。ことのは忠徳のかつての様子や言い残した言葉。 今更思い出て哀れれなりければ今更思い出してね、しみじみと心を打たれたので、蚊の巻物のうちに、さりのべき、これも先ほど出てきましたね、ふさわしい歌、いくらもありけれどもあったんだが、直感の人なればというふうになってます。感動の感なんですよね、これね。 ピーンみたいな直感ではないんでね。この直っていう字がついてる場合っていうのは基本すべて意味としては帝のっていうのをつけます。だから帝の感動があった人ということになるんですよね。名字をば、表されずですね。表すことができなかったということですね。帝から咎めを受けたものこれが直感の人です。なので、名字を表すことができず。 故郷の花という題にて読まれたり。これは尊敬語を使ってるんでしょうね。読んだのは作者からただのりです。たりける歌一首ぞ。読み人知らずと入れられける。というふうになってますね。これも尊敬語を使ってますけども、故郷の花という題でお読みになられた歌を一首。読み人知らずということで、潜在集の中に春勢はお入れになったという感じですね。さざなみや。 滋賀の都はあれにしよう昔ながらの山桜かなというねなかなかちょっと素敵な和歌なんですけどもさざ波というのは滋賀という言葉の枕言葉になっていてあれにしの2はですねこれ官僚の助動詞ヌーの連用形そして C はですね過去の助動詞キーの連帯形になります。 滋賀の都は荒れてしまったがという感じね。枕言葉なんで、さざ波屋というのは訳しておりません。で、昔のままの山桜だなぁと言ってますが、この昔ながらというのが、その滋賀の方にあったながら山というものとの掛け言葉になってます。ながら山の山桜は、昔のながらの山桜だなぁというね、和歌を呼んでるわけですよ。 なななかなか綺麗ですよね。その身朝敵となりにし上はですねにしにけり似たりのには官僚ですねにの後ろに過去のキーとかけりが来てたらあには官僚の助動詞という風に取ってもらって結構です官僚の助動詞、過去の助動詞。その身が朝廷の敵となってしまった以上司祭に及ばずと言いながら恨めし借りしことどもこれ過去ですね なりと反論できないとは言いながら残念で悲しかったことであるよというお話になってます。 以上ですね。たのりの,都家の話を見ていきましたかなりね、悲しいお話にはなっているんですけども、えー、平家の武士たちがですね、こういう和歌もちゃんとね、たしなんでて、非常に立派な素敵な武士だったんだよというね、なんとも日本らしい古文ですよね、えー。平氏が滅んだ後、源氏の世の中になった時に出てきた平家物語ですね。 こういうのを五両信仰っていうふうにも言ったりするんですけどもね。亡くなった平家が変にね、恨みを持って悪霊となって出てこないように、えー、こうやってね、いわゆる鎮魂しているというね、魂を沈めているという感じで理解していただければいいんじゃないかなと思います。 いろいろ色を変えておりますところは、まあ、これちょっと問題で出てくるかなというポイントを僕的にピックアップしたところなので、まあ、その辺ちょっとね、参考にしていただいて勉強していってもらえればなと思います。よろしいでしょうか。はい。ということで、皆様、えー、テスト頑張っていただければと思います。長い動画になってしまいましたが、えー、見てくださってありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございます。 またねあ、分かりやすかったよっていう方はですね、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。またコメントもね、いただけると、えー、非常に励みになりますんでね、えー、皆さんはまたぜひよろしければコメントも残していってください。それでは皆さん、テスト頑張ってくださいね。バイバイ。